あの娘はまさに幸運の化身だ。あの大きさのイノシシを狩るとはフォルテスト王の祝宴にふさわしいほどだ。陛下がまだご存命ならな。シーリー、こっちへ。お尻は全部お前が食べていいぞ。見事だったよ、お嬢さん。悪くない。だが剣を持ってイノシシ狩りに行くやつがいるか。弓がなかったのなら剣でやるしかないでしょ。いや、美しい剣さばきだった。どこであれを習ったんだ。ケイヤモルヘンよ。ウィッチャーの学校があるな。だが確か男しか受け入れないと。特例にしてくれたの。なるほど。つまり女ウィッチャーってわけか。一人前じゃないけどね。変異はしてない。でも他の全てはそこのウィッチャーたちから学んだの。霊薬の知識は？それほどでも少しだけ。実はこの辺が時々ピリピリして。黙れイグリン。お前の尻なんて誰が気にかけるか。女でも剣を振ることはできる。それを見せてもらった。だが鶏以外にちゃんと乗れる女は見たことがない。馬に乗ったらフラフラだ。女どもが馬に横向きに乗るのは何も不思議じゃない。じゃあかけてみる。俺を馬で追い抜けると思うか。面白い。何をかける。黒いメス馬、馬小屋にいるやつよ。おい、そいつはまずい。あら、ずいぶん憂鬱な顔ね。女と競争するのが怖いの？あれは俺の馬だ。男爵閣下と競争できるとは光栄ですわ。おお、これは見物だぞ。まったくだな。よし、だが勝ったらその剣をいただくぞ。決まり。俺は今夜はもう飲まない。じっくり作戦でも練るんだな。日の出とともに始めよう。夜が明ける。準備はいい？万全だ。塔がゴールだ。双方騎乗。頑張れよシリー、全力でやれ。あの馬が欲しいんだろ。前に持ってた馬とそっくり。女じゃない、まるで風だな。素晴らしい走りだ。馬は受け取れ。ありがとう。なんだ。もう一勝負ね。女は正気を失ったように叫んだ。一瞬でみんなが賭けを忘れた。全員逃げ出した。自分の身を守るために命がけでな。それで助かったのか。何人かはな。他の奴らは運がなかった。だが次の出来事は、いいかウィッチャー、俺もいろいろ見てきたがこんなことは一度も。どうせ続きは話さないんだろう。察しがいいな。妻を見つけたら続きを教えてやる。調査中だ。進捗はいまいちのようだがな。離れ離れになってるとは思ってなかった。だが心配するな。アンナも見つけてみせる。ではな。